これはうまいわ、ね、めちゃくちゃ美味しい、なんだこれ、なんてものを教えてくれたんだ。すすれ TV、 ずるずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね、日本一のつけ麺店に日本一のグループ YouTuber の方と一緒にすすりに行きますということで、こちらです、ドン。 JR 松戸駅から徒歩5分くらいのところにあります中華そば富田さんにお邪魔してます。まあ、こちら富田さんね、もう言わずと知れた濃厚魚介豚骨ベースの、後ろにももう富田さんの映ってますけど、超濃厚そして極太の麺のつけ麺いただける日本一のつけ麺店なんですが、で本日一緒にすする方、こちらの方がです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。実はフィッシャーズです。お願いします。実は見たらフィッシャーズ、最近始めたんですよ YouTube。 結構十何年プレイヤーですよね。そうですね、来年15 5年かな、ね、15年、今年14ですね。フィッシャーズが日本一だし、もう本当知らない人いないぐらい。いや嬉しいね。いやちょっと俺知らなかったら、フィッシャーズってのいいんだ。なんで自分が分かってないの。内情内情、自分分かってないってこと。内情、この間までロン毛がいたからね。そうちょっとね、髪短くして誰だか分かんないみたいな。この間までロン毛いたんで、切りましたね、それもね、記憶ごとぶっ飛んでったんだ。で前からね、ちょっとちょいちょい動画で、はい、する TV の名前を出してくださいました、はい、いや本当にありがとうございます。いや本当にする TV さん、ずっとねラーメンを食べてるじゃないですか。そうですね、やっぱね、深夜に見てしまうチャンネルじゃないですか。はい、そう考えても3、4回ぐらい、うん、本当にラーメン我慢してる時に勝手にイラッときてましたね。しかも一度見るとおすすめに出てきて、ボディーブローみたいに効いてくるのよ。それがカップ麺も紹介するじゃん。そうだね、そうコンビニ行けるわって思って行きたくなるから、ね、確かに、うん、お世話になっております。いやいや、こちらこそ本当にいろいろありがとうございます。今日行くお店、富田ってお店は、はい、もうあの本当に日本一のつけ麺のお店なんですけど、はいはいはい、つけ麺は皆さん食べたことは、はいはい、ありますよ。ちょっとみんなでがっつり富田さんのつけ麺すすっていければ。マジっすか。うわ、すすろ。今日はすすらせていただこうよ。ね、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー、レッツゴー。はい、まあ、何食べますか。まあ、基本はやっぱつけ麺の波、はい、でまあ、特性とかにするとこのトッピングがね、まあ、いろんな種類があるから、これすごいんですよ結構。それでいいですか。いきますか。すいません、ありがとうございます。あ、そうそう、好きなのしてください。やった、バンバン。つけ麺波いきます。波の、あ、いいね、味玉バージョン。バージョン変えられる。味玉いいっすね。じゃあ俺これでいこう。いいっすね、はい、これそのまま。いやー、どうしよっかな。波っていきたいとこだけど、ちょっとお腹空いてるからチュー。いくな。いっで、じゃあ中行きます。中だけでいいんだ。特性いらないですか。特性あるよ。行っちゃおうかな。おお、よし。リアクションおじさんじゃん、もう。行っちゃおうかなじゃないよ。もう食べるときはもう。まあ波だな。うん。波にして君に決めた。おお。お願いします。シューマイバージョン出ましたから。シューマイが気になりましたね。いやどうしようか。まあ、じゃあ僕はシンプルにもう中で。中。味玉バージョンで。はい。あとね、ちょっともう一個だけおすすめしたいのがあって。はい。はい。まあ騙されたと思って食べてほしいんですけど、塩とすだちってやつ。それ騙す気ないじゃないですか。絶対にうまいじゃんこれ。騙す気ないよ。だから最初なんかこう麺だけ食べると2みたいなのあるじゃないですか、はいはい、その概念変わるぐらい、もう塩とすだちにつけて食べるだけでめちゃくちゃ麺美味しくなるんで、それちょっとマジでいきたい。ぜひやってみて。しかもすごいのがちょうど一気にその話してたんですよ。いやそうなんですよ、すだち欲しくねって話してる。そんなことある。つけ麺食べるんだったらちょっとすだちハマってんだなみたいな話してたんですよ。そんなことある。いやガチですガチです。マジでガチでさっき話してた。いやこれみんな行きますか。行きます行きます。いや行ってください。あらうまそう。行きましょうみんなで。やべえ。にやけちゃうね。ありがとうございます。いや落ち着くなここ。ね、ラーメンっていう感じじゃないよ。普通まあ有線とか、うん、音楽流れてるの、うん、ピアノとかジャズとか、うん、結構落ち着いた音楽が流れてる。麺にジャズ聴かせちゃってるもんな。日本人みたいな感じで。ね、踊ってるでしょあそこで。おしぼりマジで熱い。あ、本当。ここで一旦すっきりして麺に集中できるっていうね。ね、これね。ね。この熱さいいね。今猫行った。いいね。そんなとこ噛むかな。大事なとこ噛むんですよ僕は。いやいや。でも本来はあの予約した人しか入れない予約限定のお店なんですけど。うわすごい。今回ちょっとあのフィッシャーズ行きたいっていう予約ありがとうございます。いやいやいや。なのに僕はその予約の時間にあの遅れてくるという。なんかずるずるも今日長くなっちゃうかと思って。伸びちゃうんじゃないかなって。時間を伸ばすっていうのは。いや全然。本当に申し訳ない。ちょうどここで食べさせてくれるということで元は取れてますね。
遅刻でちょうどいいかもしれない。マジで本当に申し訳ない。まあ、ホームと近いんでね、うんうん、地元も一緒で変わらずとかですか。そうですよ、あそうです、ずっと地元で遊んでてっていう。だから都心とかで逆に僕らほぼ遊ばないんで、なんかむしろその地元、なんか YouTuber イコールこう、うん、結構羽振りよくこう金使って飲むみたいなイメージあるんですか、うん、僕らはもう一番安くてもううまい酒を知っちゃってるんで、うん、下町のその良さを、そうなんですよ、存分に分かってるわけですね。ね、それでいいよっていうね。そう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 、そうなんだ。いやフィッシャーズにはでも六本木で羽振りよくしてほしかったなマジで。僕らもちょっと一時期ちょっと逆にでもそれもいいなと、なんかまあ言ったら夢見させるじゃないですか。逆にありからね、一回やってみようかなって思った時期がちょっとあったんですよ、はいはいはい、合わなかったですね。結局やろうと思ってやってるメンバー見て、うん、すごいあれ言い方変えるすごいあれだけど気持ち悪いみたいな。言い方あれだな。いや本当に言い方あれっすね。だいぶあれだなマジで。こんなキンキンから気持ち悪って言葉出てこないですから、ね、すごいな気持ち悪い。でもなんかねちょっと近かったよね、違う単純に、うん、まあ合わなかったってだけっすね、うんうん、あれが悪いとは言わないから別に。だから結構全然今でもあの上野とかの外の飲み屋とかあるじゃないですか、うんうんうん、えあの立ち飲みの、あそうそう、あそこバンバン行きます。マジで、はい、普通に飲んでますよあの辺で。めっちゃ声かけられるでしょ。じゃあもうあお疲れみたいな感じで。あそういう雰囲気ですね。やっぱ亀有出身なのもあって、りょうさんの立ち振る舞い僕結構憧れて。そうなんだ。なんかこう声かけられた時にあお疲れ、やっぱまたねみたいなのがいいな。めっちゃいいな本当に。下町の良さはねちょっとこう消さないでいきたいよね。すするさんのラーメン会もやっぱ見るは見るんですけど。おありがとうございます。やっぱサブの方も。おおマジっすか。はい。本当に可愛い女性たちとラーメン食べてるじゃないですか。まあ、ありますねそういうこと。あれ男性が大体思う欲求を全て満たしてます、うん、ラーメン食べて可愛い女性とっていう同じ空間で喋るっていう。確かにね、あれはやっぱ男の子はやっぱみんな深夜に見たらコラすすると思うんじゃないですか。コラってあれは少なからずね。いやでも本当になんか食べてるだけですから、ね、もう一緒にラーメンマジっすか。結構なんかあるんじゃないかみたいな言われますけど。いや僕は勝手になんかあると思ってましたよ。疑ってるやついますか。あのやっぱフィッシャーズ西麻布で遊んでんじゃないかぐらい、はい、いやすするさんこれその後どうしたの。共演者言ってんじゃないかって、はい、言ってんじゃないかって言ってないわ。言ってないですね。言ってると勝手にね僕は。それも僕の目が良くなかった。いやいやいや、すいませんねうちの白黒の。なんだこのフォローの感じ。さっきあいつ気持ち悪いって言ってました。確かに。ちなみにあのこの富田さんってお店、はい、本当に冗談の結局日本で一番の。だって首元に国旗入ってますもん、ね、このユニフォーム日本が。そうなんですよ。ユニフォームもうあんま見たことないじゃん。ちゃんと背負ってるっていう。日本背負ってたって日本背負ってんの。そうなんですよ。ちょっと俺らも背負ってくればよかったって思ったのに。日本国旗を、うん、めちゃくちゃ無地白 T できちゃったと思って何も背負ってないですからね。やんまい思い引き燃やすとこそ、ね、確かにそれでサーモンで何の色っていう。チャーシューを見てあれあの置き方よ。繊細な。めちゃくちゃお腹空いてきたぞ、はい、だんだんこう香りがしてきましたね、はい、うわありがとうございます。これが来たらもうそろそろ出てくるっていうこの期待感ね、はい、そうなんですよ。確かにワクワクしてきたぞ。やばいこれすごいワクワクしてきた。シューマイの、うわ来たシューマイ、シューマイ来た。シューマイ、シューマイ見せてください。うわパッカーンいってもらってできるかな。お前下手ってコメントしないでください皆さん。上手にやれよちょっと。いやもう本当に上手にやるつもりだから頑張るわ、ね、いきますよ。せーのパカーン。うわあいいね。やべお腹減りまくった。大きい。香りすごいぞ。うわよかったパッカン失敗しなくて。来た来た来た。あこれ寿司よね。寿司マサイのリアクションがもう遊園地みたいな感じ、ね。うわ来た来た来た。遊園地じゃない。波盛りで。うわ。お待たせしました。はいいただきます。ありがとうございます。こちらが中華そば富田さんのつけ麺中特選全部のせ味玉バージョン塩とすだちです。うほー、ため息が出るほどに美しく整えられた麺線に見るからに濃厚そうなつけ汁、そして上品に盛り付けられた特選トッピングもたまらない。まさに日本一といったビジュアル。フィッシャーズのお三方は一体どんな反応を見せてくれるのか早速いただきましょう。いただきます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 。あ塩とすだち結構最初からいっちゃってもいいじゃん。もう麺の刺身みたいなテンションマジで結構いいかもしれないです。はい、でそっから漬け汁いってみたいな感じで。マジ？そうなんですよ。マジって思うじゃないですか。マジで
まずは麺だけを食らう。そうです。もう麺だけでもいいし、塩とすだちちょっとかけてもいいし。やったことないかも。タンだけでいっちゃおうかな。一本一本しっかりしてんな。あ、塩とさじマジうまいわ。なんか塩つけただけでうまくなりますよ、本当に。麺だけでいける。危ない、このまま何もつけずにぶっこけそうな。危ない。そう、結構食べちゃう。そのままいっちゃえるからな、これ。いや、もう、いい感じのところでね、ぜひ、つけ汁いっちゃってください。もう。いや、全く抵抗を感じないわ。もともと自分の体の一部だったんじゃないかみたいな。入ってきますよね。入ってきますね、これ。まずは半分つける。半分ぐらいつけちゃう。やべ。こんなに濃厚。つけ汁めっちゃうまい。つけ汁うまいっすね。めちゃくちゃ美味しい。はい、なんだこれ。やべ、声でかくなる。うん、うまっ。口にするたび笑う。本当にうまいわ。中学の記憶全部消えそうだなこれ。お前なんだ。一番フィッシャーズで大事なその記憶飛びそうだよこれ。うまっ。うまっ。うまいわマジで。震えるくらいうまいっすね、本当に。うん。これはね美味しすぎるわ。すげえ濃厚。うん、濃厚だけどなんか意外としつこくないというか。うんですね。本当に。煮豚もいただこうかな。チャーシューもいきましょう。バンバン。やわらかっ。めちゃくちゃ大事に食べたい。豚がもう柔らかすぎてすごい、やわらかっ。とろとろだね。とろとろだよ。和歌山県産のぶどう山椒になります。はい、よろしかったら途中で麺の方にかけて。そうそう、形をきれい。お、すごい踊ってる踊ってる。めっちゃ香るな。すごいすごい香らせるじゃん、マジで。すだちとかもありじゃね。あ、もう何でもやってください。もう、車の中で話してたら今実現してますよ。いや、すだちがね、これどんだけすだちの話してた、マジで。いや、結構長い話してますよ。5分ぐらいは話してましたね。ぶどう山椒めちゃくちゃうめえ。合いますよね、これ。めちゃくちゃうまい。マジ何してもうまいんだよ。山椒いっちゃう。これを麺にかけると、うん、うん、さっきまでと全然違うわ。山椒によって結構ガラッと雰囲気変わるんですよ。待って、麺もうなくなる。やべって毎回ね、なんか大盛り酒が良かったなとか思うんですよ。思いますね、これ。本当に思うわ。すぐなくなるんで、本当にうますぎて。うわ、余韻がすごっ。どっからどう食べてもうまいんだよな。本当に何組み合わせても100点出ますねこれ。うん、シューマイ行こう。シューマイもまんまかぶりつこうかな。結構箸で掴むのも大変なぐらいでかいですね。大きい。本当でかー。すごい。結構でかいんで、うん、いただきます。肉厚すぎん。すごい、なんか見てください、この肉の量やばいぞ、うん、マックスに入ってる。もうちょっとね、ほぼれてるぐらいの、うん、わー、味しっかりしてる。ポン酢、ポン酢をね、いいっす。ポン酢で食べるシューマイっていいな。ちょっとやってみたいですよ。うん、一気にいったか。うわ、いい香り。右からね、ずっとね、ウィーンと音が聞こえるんですよね。マジでうまいわ。山椒はね、すごいやっぱ美味しくて。ぶどう山椒。ああ。ポン酢やばいぞ。ポン酢やばい。やばい。まずは普通に食べてみます。あ、まずね、じゃあ普通にシューマイをいただきます。うん。お肉がちょっとプリプリしてる。うん。まとまり具合というか。でね、皮がね、優しいんで、もうずっと見てる。マジでうまい。マジでうまいよ。買うでしょ、もう。まあ、これ買いますだろ。マジでうまい。興味がね。元木のすごいいい食レポ聞いて、隣ですげえやついたんだ、今。ごめんな。いやうまいな。うまい。まあ、余計な言葉いらんと思う。うまいなが全てすぎるわ。いや、本当うまい時ってなんかあれこれ言う必要ないっすよね、うん、うまい、これでいいんすよ、本当に、うん、山崎まさよしぐらい今多分麺探してんだけど。そんなとこにいるはずもないのに。もうだいぶ注文するときになんかおかわり全粒粉みたいなの ありましたね。だったら多分こっからさらに麺を追加できるっていうのも、うわ、かけばよかったな、はい、やっぱね、毎回足りなくなるんですよ、麺が。いや、これちょっと足りないなと思って次くんのいいっすね。確かにそうですね。8割、7割、8割ぐらい止めといてみてる、うん、また食べたいっていうの大事だな。あ、いいですか、じゃあ。じゃあ僕スープ割りいただきます。これももらおうかな。はい、麺食べ終わったらもう僕もスープ割りいただきます。はい、柑橘は嬉しいです。はい、お願いします。今年会ってきた男性の中で一番優しい子でした。
確かに声めっちゃ優しい、めちゃくちゃ優しい、居心地いいわ目の前で見れるの贅沢。松戸とかにも友達がやっぱいるけどさ、うん、でその人と遊ぶとかでこっち来てたけど、次回からその予定吹っ飛ばして送るかも一緒に行けばいいぞ。そうそう、その人の予定は消す。そうかそうかそうか、かわいそうだろ。うわうまそう香りめちゃくちゃいい。うわうまっうわめっちゃみかんの香りする、うん、表情変わりますねガラッと、うんうん、これめちゃくちゃうまいわ、うん、スイートを入れてもいただきたいぐらいうまい。もうね香りがもうすでに超上品、うん、すごい一気になんか上品な、結構やっぱつけ麺なのパンチある味わい、うん、もう一気にこう和食のだし感がある味わい、うまみ引き立つ、うん、編集しながらこれ飲みてないやほんとそうだね全然こっちに意識取られちゃう。いやほんとに編集してる場合じゃない姿勢は良くなりそうな気がする、ね、テロップで出汁って打っちゃいそうだもんね出汁うまる時ね明朝体とかで打っちゃうよ、ね、そうそう出汁絶対無理だけど実家から出てこないかなこれ絶対無理でしょやろうと思えば、まあ、宅麺っていうサービスがあるんで、このお店の味をもうその冷凍してそれで全国に配送してってのがあるんですけど、そこにも富田さん出してるんで、すごいな手広、本当に動画関係なしできますこれはうまいわ。ぜひぜひ行ってください。こうつけ麺もあるしラーメンもあるんで実は試してみたいな。ラーメンもあるんですよ実は。うわーでもちょっとこのスープあれうまいな。うまいっすよね最後のね本当に。次もつけ麺なのか、うん、スープバリが来るのがいいんだよね。ちょっと迷うな確かにね。助けてくれ家族連れてこようこれ。いやぜひぜひ、うん、もうみんなで来てほしいですマジで。これ連れてこよう。うまいわ。うわなんてものを教えてくれたんだねえいけないっすよこれは。満足度どんどん引き込んでいくんだこっちの方に。うわーラーメン側の人間になってくださいラーメン側の人間になってください。そっちサイドがあるんですね。ラーメン側のサイド、ラーメンサイドがあったのか、こっち側の人間に。確かに次元が違かったな。ごちそうさまでした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 。いやー素敵なお店に連れてきてくれましたね。行きと帰りで表情僕ら違うと思う。ニヤニヤしちゃって笑顔がこぼれちゃう。肌ツヤとかみんな良くなってる。よかったわ本当に。健康生活だこれを僕毎日やってますから。あーいやすごい生活だわ食べたことがない味のレベルだったわ。うーんそうだ、ね、新体験洗練されてたよね。いや嬉しいわ。もうあんなコースみたいな感じで出てこられたらさ、楽しみ方がありすぎて。そうなんすね、うん、つけ麺バラエティだったもんね喜んでいただけて本当何よりでした。マジでいや本当に、まあ、全然あれ僕が作ったわけじゃないですけど本当に俺が作ったみたいなテンションでめっちゃ偉そうに言ったけど。いや本当にでもこれ紹介したくなるね。そうだね。そうなんですよ、うん、今欲しかったもん全部取れたね。ここでうん、ここはもちろんつけ麺の日本酒ですよ、はい、ラーメンの日本酒とかもあるんで。うわーそっか。もしまた一緒に行っていただける日がある。いやもうぜひぜひぜひ。深いなーラーメン堂は。そうなんですよ。ラーメン堂の方にね面倒見てもらおう。面倒見てもらおう。任してください本当に。今第一歩なんだ。じゃあ教わっちゃおいやいや本当に今日ありがとうございました。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 うまかったー。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。いやー今日はね、まあ、念願のというかついにフィッシャーズさんとのコラボをさせていただきました。いや本当に皆さんありがとうございました。そしてねあの撮影をさせていただきました富田さんも本当にありがとうございました。いや本当ね超焦ったんですよこの日。まあそれから富田さんが時間制なんで時間に遅れたりすると他のお客さんとかに迷惑かかっちゃうんで毎回もう集合時間でもう15分くらい前にはお店の近くにいるようにしてるんですけど、なぜかこの日本当に俺もう訳わかんない、なんか急にこの時間までに出なきゃいけないっていうのずっと頭の中で思ってたし、もう前日にももう富田さんにもフィッシャーズの皆さんにも時間も確認したのに、なぜかなんかそれが全て抜け落ちて気づいたら集合時間30分間になるんだって。俺もう戦慄しました。こんな遅刻の仕方あんのみたいな。いやでもねほんとフィッシャーズ皆さんも富田さんもすごく優しくしていただきました。いやまして、いやちょっともう大反省でしたねこの日は。もうなんか疲れてたのか何なのか分かんないですけど、なんかすっぽり頭から抜け落ちて、ほんと遅刻はね他の人にも迷惑かけちゃうんで深く反省しつつね、皆さんからいただいたコメントのも読ませていきます。当時泉屋で働いていたスタッフですと。あの東京の西馬込の家系ラーメンですよね泉屋さん。この時期の少し前にすするさんの動画を見始めまして来店時に驚きました。退店時にいつも動画楽しみにしてますと伝えたら少し照れながらありがとうございますと返してくれたことを覚えてます。また来店お待ちしてますねということで、なんだ少し照れながらありがとうございますこれちょっと恥ずかしいなマジで。まあ東京いろんな家系ラーメンのお店、それ新しいお店も結構ねいろいろ出てますけど、泉谷さんがわりかしね古株というか2013年オープン、意外とかまあ10年ちょいぐらい、あの鈴木屋さんっていうの上星川の横浜の方の鈴木屋さん出身のお店なんですよ。いや泉谷さんでも美味しかったんだよな。家系ラーメンほんとたくさんのジャンルがあって、ガツンとパンチのあるものから醤油の切れが立ってるやつ、豚骨が前に出てくるやつみたいな感じで、その中でもやっぱ泉谷さんこの鈴木屋さんとかあの本木屋さんとかで貼って
っかけとかここら辺の系統のラーメンって結構ねなんか豚骨ラーメンのこの豚骨の出汁感もあってそれでいてちょっとこう醤油も切れてるっていう感じでバランス系なんですけどうまいんですよこれが。まあ本木屋とか六角屋さん系統でいうとあと千葉屋さんとかねあとこの間行ったその2代目梅屋さんとか、ね、いろいろあるんですけどいやなんかいろんな家系ラーメンを食べていけば食べていくほどこういうなんかちょっとオールドスクールな感じの家系ラーメンってやっぱいいなって思わされるんだよな。いやちょっと泉谷さんもすごく美味しかったねまたちょっと伺わせていただきますよろしくお願いします。スルジサクラーメン第2弾ハワ味噌がゆに決定ということで勝手に決められてるけど、でもまあそうですねあの自ら作ったね濃厚豚骨豚味噌以前ちょっと動画も出させてもらってその後の視聴者の方に提供させていただけるイベントもちょっとやらせてもらって、いや本当に濃厚豚骨豚味噌っていうお店の名前を考えてくださったラーメン珍道中さんには感謝しかないんですけど、そのラーメン珍道中さんのバキドウさんのチャンネルかな、まあ、そこに出演させてもらった時にラーメン珍道中さんまたその架空のお店を言ってくださった。それがパワー味噌ガイアっていう名前だったんですよ。このパワー味噌ガイアもねめちゃくちゃいい名前なんだよなパワー味噌ガイア。なんかすごいよめっちゃ良くないですかパワー味噌ガイアってほどほどになんかこうジャンク感のあるものが出てきそうなこの名前。いやちょっとこのパワー味噌ガイアもちょっと頑張って作りたいなと思ってるんで、まあ、スルー自作ラーメンシリーズ第2弾でもね交互期待ということでぜひぜひよろしくお願いしますということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。フィッシャーズさんのチャンネルの方でもね僕とのコラボ動画上がってますんでそっちはね二郎系ラーメンがっつり食ってぜひぜひそちらの方もご覧いただけると嬉しくなりますということで、ごそれそれではスルーの公式キャッチフレーズ中華そば富田さん何回食べてもつけ麺日本一や。フィッシャーズさん富田さんありがとうございました。大丈夫ですか心残りないですか。ありますね。あれねマジですだちここに来たよもう今。